私がしたかったのに、父は常に何かと争っていたと。母さんはその炎を俺の中にも見た。もう可愛い息子じゃなく父さんのようだと。俺は自分が傷つくかと思ったが、そうじゃなかった。むしろ誇らしかった。初めて掴まれそうになったのは8年ほど前。ジムのトレーナーが問い詰めてきた。あざや縫い傷、それに肋骨の骨折に気づいてた。ジムの外での喧嘩を疑ってたが、本当の理由は知らなかった。通報しただろうか。リスクは負えない。だから関係を断った。もっと集中すべきことがあったんだ。大掛かりな犯罪について調べていた。社会工学、心理学、威嚇戦術、戦いが始まる前に備えておく必要があった。あの時は未熟だったが、今は違う。日記には辛い状況だ。俺に戻ってきてほしいようだが、まだ準備ができていない。真実を知ればさらに傷つけてしまう。そう、安全を守る別の方法を考えなければ。監視カメラのことを知ったら彼女が何というか。ニュースでは事故だと報道されてる。運転手は酔っていたのかと。俺は飲んでいなかった。居眠りでもない。空からカエルが降ってきたわけでもない。警察は弾痕のことを知ってるが、隠したい奴がいるらしい。そいつを突き止めなければ。銃撃犯を見つけるためにフィクサーを雇った。ジョルディ・チン。変わった男で、最初はどうかと思った。よく喋る男だ。シャレたスーツを着るのがこだわりらしい。だが腕は確かだ。奴がある名前を洗い出した。モーリス・ベガ。